はい、皆さんこんにちは。今日はですね、エビの料理を紹介しますね。この料理はね、エビをカラッと揚げてね、甘酸っぱいマヨネーズのクリスタルソースをですね、絡めて食べるという簡単な料理なんですけど、とっても美味しいです。見た目もね、光沢があっておしゃれな料理ですよ。ぜひ最後までご覧くださいね。はい、それではね、材料を紹介しますね。こちらがですね、今日の主役のエビですね。今日の料理にはですね、このくらいのサイズがいいと思います。大きさとしてはね、ブラックタイガーぐらいの大きさを想定していただければいいと思いますね。ちっちゃいとですね、歯ごたえがなくて美味しくないんです。このくらいのサイズだとね、プリンプリンして歯ごたえがあって美味しいです。それからこちら卵と調理してですけど、これ下味をですね、これでつけていきます。そして片栗粉をまぶしてあげますよ。今日はね、米油を使ってあげます。それからこちらはですね、マヨネーズとコンデンスミルクと、それとレモンの果汁でですね、美味しい酸味のあるクリスタルソースを作ります。材料は以上です。まずね、エビの殻を剥きましょう。今日はね、これは全部剥いてしまいますよ。尾っぽの付け根はね、指で挟んで押してあげるとね、簡単に外れます。今度は背わたを取りますよ。背中から包丁を入れて取り除きます。背わたが残っているとね、口の中でザラザラしますのでね、きれいに取りますよ。そしたらですね、今度内側をですね、3箇所ぐらい切り込みを入れておきます。こうするとね、火を入れた時にね、丸まらないんです。それと火が入りやすいですよ。そしたらここでですね、水とお塩と片栗粉を入れてね、もみ洗いします。この塩を入れることによってね、揚げた時にプリプリ感が出るんですね。で、片栗粉はね、汚れとかね、匂いを取ってくれます。そしたらたっぷりの水で洗いますよ。洗い終わったらね、水気を切ってよーくね、拭いておきます。冷蔵庫に入れておきます。次はマヨネーズのクリスタルソースを作りますよ。まずレモンのジュースを絞っておきます。そしたらですね、ちょっと大きめなボウルにですね、マヨネーズを入れて、コンデンスミルク、そしてですね、先ほど絞ったレモンジュースを加えます。レモンジュースは様子を見ながら何回かに分けて入れていきましょう。硬さはこのくらいがいいですね。これでマヨネーズのクリスタルソースができました。さあ次はね、揚げる準備ですよ。まず鍋に油を入れて温めておきましょう。油の量はエビがかぶるぐらいがいいですね。そしたらですね、エビの準備をしますよ。ボウルにエビを入れたらですね、下味をつけていきますよ。塩、そして胡椒、お酒、そして卵ですね。これをよく混ぜます。そしたら最後に片栗粉をまぶして衣を作ります。よーく混ぜておきましょうね。さあ、そしたら揚げていきますよ。今日は170度の温度で揚げていきます。170度の目安はね、こんな風に衣を入れてゆっくりと浮き上がってくるぐらいですね。少し色がついてきたら裏返しにしましょう。そろそろ火が入ってきますよ。火が入るとね、水分が抜けてエビが軽くなって浮いてきます。もし不安な時はね、一個取り上げて中割ってみると一番いいですよね。さあ、
上がりましたよ。こんがりと綺麗に美味しそうですね。中を割ってみましょうね。中心を触って温かければ火が通ってますよ。はい、きちんと火が入ってます。よく油を切ったら温かいまま先ほどのマヨネーズに絡めます。ソースがエビの表面に行き渡るようにしっかりと絡めてくださいね。さあ、それでは盛り付けますよ。今日はね、サラダ菜を下に敷きました。緑とピンクのコントラストが綺麗ですよね。この料理はね、冷めても美味しく食べられますよ。さあ、完成しました。はい、いかがでしたか。今日もね、大変美味しいのができてしまいました。このマヨネーズのね、クリスタルソース、レモンとね、コンデンスミルクとマヨネーズ、この味がね、今日のね、エビのね、あのフライとぴったり相性がいいです。大変美味しいです。お酒のおつまみなんかにもいいですよね。もちろんね、ご飯とパンと一緒に食べても美味しいですよ。特にね、この料理はね、お子様に喜ばれます。ぜひ皆さん作ってみてください。それじゃあ、また次の動画でお会いしましょう。